考えてるの。あ、持ってきたわ。何を？質感のやつ。質感のやつじゃない。ん？なんかね。あ、忘れた。いや、明日行くよ。6分で回転なんだけど。うん。流暢。何時まで入ればいいの？何時まで入ればいいの？9時半9時半まで入ればいい。ああ、空いてなかった気分なんだよ。ダメ。ファミマだよな。ファミマなんかだ。あ、8時45分から無料だった。そうだったんだ。8時45分からだったら無料。何が？遊長。あっち。あ、今。ああ。そうだったんだ。え、時間外とかでしょ、あれ、それかかるの確か。うん、8時45分から何時までだっけ？多分、遊長がやってる時間に合わせてると思うんだけど。うん。なんだ、今じゃ無料なのか知らなかった。845から18時までだって。知らなかった。で、今ここで降ろしたよ。うん。いや、そこがもっと暑いのいいよ。ここ2階上がんなきゃいけないから。そうなんだよ。なんだ？知らなかった。2階上がるのつらさが無駄になっちゃう。なんだ？じゃあ無駄だったんだ。845から。知らなかった。うん、そこが一番早い。で、こっち、あ、こっち？あ、こっち。
で、降ろす場合は、あの夕方ね、18時以降だったらこっちがいい。無料になる。そうそう。忘れないよ。うん、845からやってるから。シャロット。はい、ここでもう渡してもらえば入れとくよ。うん、はい、これ実家に来ないでもう入れるの、カードも来ないでもう入れてくってたから、えっ、うん、あそこあなたも仕事だから、うん、じゃあ今入れてくって、あ、じゃあカード落とさないで、あ、はいはい、まあ、カードなくしたぐらいで消えてされるの、まあ、もう今入れちゃう、暗証番号ない限り、うん、ここにもう大丈夫、またね。